はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー純さんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。今回は自分がわからないとき、そういったときの心理とか原因、あとは対処方法についてお話ししていきたいと思います。あなたは自分自身がよくわからないなと感じるときはありますか？どのような感情を出せばよいかわからないときがあるとか、意見を求められても自分の気持ちが正直にこうよくわからないときがあるとか、あとは今現在無気力で自分がとてもこうよくわからなくて困っているとか、そういった自分がどんな気持ちなのかなとか、何をしたいのかなというのがわからなくなってしまって、こう途方に暮れてしまう経験をした方というのは多いのかなとも思うんですね。でまた今現在その自分が何を感じていて、そして何をこう表現すればよいのか、そういうことがこうわからなくなってしまってこう悩んでいるという方もいると思うんですね。で私自身も今まで生きてきて何度か、自分は一体何をしたいのだろうかとか、今の自分は本当に望んでいたこの自分なのかなとか、そのようなことをですね、こう自問自答をずっとしてしまって、そのループにはまってしまっていたんですよね。で自分がよくわからなくなってしまって、こう漠然とした強い不安感を感じて生活していた時期があったんですね。でそんな時はこう好きなことをしていてもどこかこう満たされなかったりとか、その目の前の現実ともうまくこう向き合うことができなかったと思うんですね。できっと私と同じようにですね、そういった過去の私と同じように自分のことがよくわからなくて、こう不安とか恐怖心で悩んでいるという方も多いと思います。そうなると自分をこう必要以上にこう責めてしまったりとか、そういった長期間落ち込んでしまうということもあって、そういったうつ症状といった言われるような部分もこう出てきたりするんですね。で今回はそういった自分のことがよくわからなくなってしまう、そういった心理原因、またはその対処法についてお話ししていきますね。はい、それではまずはじめに自分がなぜわからなくなるのかについてお話ししていきたいと思います。そもそもなぜ人は自分のことがよくわからなくなるのかというところですよね。誰でも自分がわからないというふうに感じることはあっても、その理由は様々だと思うんですね。自分の意見を求められてもうまく言葉が出てこないとか、他の人が言ってることにこう従ってしまうとか、そういった自分の意見がこうわからないとか、考えがわからないという人もいたりしますよね。でこの原因としてはいつもこう深く物事を考えることができていなかったりしたりとか、あとはその周囲の意見に同調しているということばかり構想してしまう、そういった状態に陥りがちになっているというふうに考えることができます。そのような人はいつでも誰かに合わせてこう生活してしまったりとか、誰かのこう進んでいく方向へこう自然と後ろからついていくということが習慣化しているということもあったりするんですね。そうするとこう自分でも気づかないうちに他人に頼って生きているというような傾向があったりしたりするんですよね。例えばそのあなたがその学校の行事とか会社のプロジェクトなどでこう意見を出し合うときにこう周りに任せっきりになっていて、他人が決めたことにさこう賛成をしていたというような、そういったこう少しイメージしてもらいたいんですよね。そういった状況をで自分の意見はないから、これでいいよねとか、自信が持てないからみんなに合わせていれば楽だよねとか、そのように考えてしまうということが当たり前になってしまって、こう毎回してしまっている、そのようにしてしまうことでこう習慣化されているという時があるんですよね。でそうなると自分の意見がよくわからなくなってしまって、話し合いに参加すること自体がこう苦手意識出てきたりして、そこにこう行かなくなってしまったりということがあったりするんですね。でまた自分の意見はあるんだけども、こう自信がなくて発言できないという人もいたりすると思います。でまたその生きがいがないと漠然とした不安があることから、自分がよくわからなくなっているということもあったりするんですよね。そういったいくつものそういった原因がいろいろこう関係しているんですね。で何のために仕事をしたりしているのかなとか、自分とは一体何なんだろうかなとか、そういうふうにある日こうふとした時にこう考えた時に自分のことがよくわからなくなってしまって、こうそれで思い悩んでしまうということがあるんですね。はい、次に自分がわからないと感じる心理と原因についてお話ししていきたいと思います。まず一つ目が他者優先で自分を抑えて生きてきた人、そういった子供時代を経験してきた人なんですね。常にそういった他者優先で自分を抑える癖がある人はですね、自分の本音の感情がこう分からなくなってしまうという傾向があるんですね。これはそのような環境をこう子供時代育ってきた、そういったことが大きく影響することがあったりするんですね。例えば長女とか長男の人に多い場合ですと、お姉ちゃんなんだからしっかりしなさいとか、お兄ちゃんなんだからお手本にならなきゃダメでしょうとか、そのように親から強くしつけをされてきた場合は、こう無意識に自分は我慢しなければいけないんだとか、自分は甘えたりしたりこう弱音を吐いてはいけないんだとか、そのようにですね、こう自分をこう我慢してしまう、そういったことがこう習慣化されていて、弟や妹を優先させていくというふうにしていたので、徐々に自分の本当の気持ちが分からなくなってしまう
くなっていってしまうんですよね。でこのような経験をしていることで、こう自分を抑えて他人優先にしてしまう癖がついていたりするんですね。で大人になってからもその様々な場面でこう無意識のようにそのように、まあ、してしまうということがあったりします。で知らず知らずのうちに、あれ私って本当はどうしたかったのかなというような、そういった感情をこう抱いていたりするんですよね。で家族や周囲のために自分のやりたいことをこう犠牲にしていたりするので、まあ、心からやりたいということが分からなくなっている、そして自分を見失っているということがあったりします。でこの、機能不全家族についてはですね、過去の動画で詳しくお話ししている動画がありますので、まあ、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。はい、次に自分が分からないと感じる心理と原因の2つ目としては、考えていることと真逆の言動をしているということです。普通に考えたら考えていることと真逆のことを言うのはありえないよねというふうに感じる方もいらっしゃると思うんですね。ただ私たちは自分の考えに自信が持てなくて、思わず自分の意見と全く正反対の言っていることをですね、こう言ってしまっているということがあったりするんですね。で自分の本音を言うとこう問題になってしまうんではないかとか、きっと自分の意見は誰にも通じないとか、まあ、そのように思い込んでしまっているということから、毎回無意識にそのようにこう判断してしまって、まあ、自分の真意とは違うことを言ってしまう癖になっているという時があったりするんですね。まあ、そのようにして自分が傷つかないように心をこう防衛しているというふうに言い表すこともできたりするんですね。まあ、本音がこうなかなか言えないとか、思ったことをそのまま言うと嫌われてしまうとか、まあ、そのように感じている人はそのように自分の思いとはこう正反対の言動や行動をしている可能性があったりするんですね。まあ、このように毎回自分の本当の気持ちとその真逆の言動やこの行動をしてしまって、自分の気持ちがわからなくなってしまう、そういった原因になったりします。でこの防衛規制についてはですね、こちらも過去の動画でお話しさせていただいているので、気になった方はこちらも見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。はい、自分がわからないと感じる心理と原因の3つ目としては、自分の意見や考えがまとまっていないということが考えられます。自分の頭の中でうまく考えがまとまっていないときに自分がわからなくなったりするんですよね。まあ、そうなると周囲からは意見や考えがない人だと思われてしまうこともあったりします。私自身もこう他者の意見に合わせることをベースにして生きていた時期があったんですね。まあ、それは自分の意見がうまくまとまっていない状態でもあったと思います。また何か自分の意見を発言することで周囲の反応を感じることでですね、こう自分にとってこう強いストレスとなってしまうということをこう避けるためでもあったと思うんですね。まあ、自分の意見を言ってもきっと分かり合えないだろうなとか、うまくまとまってない自分の意見はきっと無駄だなとか、まあ、そのように自分のことをこう考えてしまって、まあ、自尊心と言われるものもですね、とてもこう低くしてしまったというように考えていました。でカウンセリングをしていても、過去の私のように自分の意見を求められても発言できないことが多いですとか、他の人が言ってることに毎回合わせすぎてしまうんですよねとか、まあ、そういったお悩みはよく聞くんですね。まあ、そのように自分の意見や考えが分からなくなってしまったという人は多いんですね。で無理して他人の意見にこう同調してばかりいると、そのような状態にもなってしまったりするんですね。で過去の放送で自尊心についての動画も上げてますので、こちらについても興味がある方は見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。はい、次に自分がわからない時の3つの対処法についてお話ししていきたいと思います。まず1つ目が、深く考えすぎず五感感覚に意識を向けていくということです。まずは深く考えすぎないで、自分が感じた素直な感覚で物事を見ていくということなんですね。考えてもわからない時は深く考えないで五感を意識して感じてみるということが大切になります。ただ最初は少しこの感じるというニュアンスはちょっと抽象的で、少し難しいな、苦手だなと思う方も多いと思うんですね。まずは毎日寝る前に、その日の出来事をどのように自分が感じたのか、まあ、ネガティブな思いもポジティブな思いも全て書き出していくのがおすすめなんですね。上司の振る舞いには心底腹が立った自分がいたとか、本当は今日友人の一言で悲しくなった自分がいたとか、まあ、そのように今日自分が正直に感じたことをこう思い出して、そのまま、まあ、ネガティブな部分をこう書き出していくんですね。
そしてじゃあ次に、朝顔を洗った時タオルの感触がとても気持ちよかったなとか、感じたとか、それを書くと。そして通勤の際に、近所の人とこうすれ違った時に挨拶ができた時にちょっと気持ちがほっこりしたなと、そういったことをこう書くんですね。そういった五感で感じたこと、嬉しかったこと、ほっとしたこととか、何でも良いので、素直に感じた自分の感覚をこう文字にして書き出していくということが大切になります。これを繰り返していくと自分の感覚によく気づけるようになっていくんですね。あ、こんなことを自分は感じていたのかとか、そのように気づきが増えていくんですね。で、五感感覚に敏感になることで、あ、自分はこんなことを感じていたのかと、そのようにどんどんこう自分に対して意識が向いていくということができます。で、またこの気づきを深める方法はマインドフルネスもとてもおすすめなんですね。で、こちらのマインドフルネスの動画も一緒に取り組めるような動画を上げてますので、気になった方はぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。はい、自分がわからない時の対処法の2つ目としては、過去の自分をゆっくり振り返っていくということです。まずは過去の自分を振り返っていって、どんな時に自分は高いパフォーマンスをこう発揮していたのか、そういったところを再確認していくということなんですね。過去を振り返る時もこの書き出す手法がとても効果的でもあります。過去の出来事をこう紙に書き出して、モチベーションが下がった時とか、あるいは上がった時をこうチェックしていくんですね。例えば仕事で大きなミスをした時に、自分は強い挫折感を味わったとか、あとは希望のその大学に入学した時に、目標がなくなってしまったとか、そのように自分のモチベーションが下がった時をこうまずは書き出してみてください。そしてその後に、運動が苦手だったんだけども、学生時代美術の時間が楽しくて、そういった、絵を描くということを頑張ったとか、あとはチームの、リーダーに選ばれてやる気が出たことがあったなとか、そのように自分のモチベーションが上がった時を今度はこう書き出していくというふうにしてみてください。このようにモチベーションの上下していた自分の過去を思いつく限り書き出していくんですね。そのことでどんな時に過去自分がこうモチベーションが下がったのかとか、またはこう上がったのかというのを知ることができて、自分のモチベーションの源をこう再確認できるということができてくると思います。はい、自分がわからない時の対処法の3つ目としては、いつもと違うことをしてリフレッシュするということです。自分がわからなくなるのは日々の疲れがこうストレスとなって溜まっていって、心に余裕が持てない時に起こりやすいものでもあるんですね。で、過去の私もですね、うまく自分をこう休ませるということがとても苦手だったんですね。目の前のこう目標にまっすぐ突き進んでいる時とか、あとは頑張りすぎてしまう人はこう自分自身の心と体に意識を向けるというのがとても苦手になったりしますよね。で、そうなると自分を休息させてあげること自体がこう許せなくなってしまう時があります。私はそのようにしてしまって、こう自分の生活から自分をこうリラックスさせる時間をこう奪ってしまった、失ってしまったということがあって、燃え尽き症候群となってしまったことがあるんですね。で、まずはゆっくり休む、そしていつもと違うことで気分をリフレッシュする、そういったことで心のエネルギーをこう高めるようにするということなんですね。で、通勤の時にいつもだったら、例えば通らない公園を通ってみようかなとか、普段行かないお店に立ち寄ってちょっとこう商品を眺めてみようかなとか、そういった些細なことだと思うんですけども、こういつもと違うことをすることでこうリフレッシュできるんですね。で、そうするとこう刺激というものもこう増えてくるので、自分の気持ちを感じることができるようになってくると思います。はい、最後に少しまとめをお話ししていきたいと思います。今回は自分のことがよくわからなくなってしまう心理原因について、またはその対処法についてお話しさせていただきました。自分がどんな気持ちなのか、何をしたいのかわからなくなってしまって途方に暮れてしまうというような経験は、誰もが一度は経験していたりすることだと思うんですね。で、まずは今回紹介した、簡単なリフレッシュ法を試してみたりとか、自分の五感感覚で少し生きてみようかなと、そのように意識してみるといいと思うんですね。自分がわからないと感じることが多い人は、いつも真剣に自分と周囲に対して気を配っている人でもあると思うんですね。誰でも本当の自分を知るということは今からでも可能だと思います。それでも自分がわからないと思ったら、まずはその理由を把握するということが大切になっていくんですね。で、この理由が一人ではわからなくて、強い生きづらさを今現在感じている場合は、まずは心理の専門家に相談してみることです。心理カウンセラーとの対話の中で見えていなかった部分も
見えてくるということがあるんですね。本来の自分を知るということができれば、本当の自分がやりたいと思ったことも、そういったことも分かってくると思うんですね。そのことから自分の人生にこう意味を見出すということができてきたりとか、生き生きとしたこう毎日を送れるようになると思います。はい、今回は自分が分からないときについてお話しさせていただきました。今回も何か一つでもあなたにとって参考になるようなことがあったらとても嬉しいです。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。